サベネア島に鎮座する巨大な岩、ナザハンの都は奇妙にもそこにへばりついている。入り口に掲げられた神眼の国章は、彼らの神話を彩る神々の眼、あらゆる真理を見抜くものとされている。その視線を浴びながら門をくぐれば、島の暑さにも劣らぬ熱気を感じたものだ。商人たちが客を引く声、踊り子の舞踏とともに響く音楽、甲と釜から昇る煙が空気までも染め上げる。あふれる色に目を回した旅人を、継ぎはぎの道が誘い込んで返さない。そんな風景も今は沈み、神眼は果たしていかなる真理を見ていることか。あれがラザハン大使の住まうメーガドゥータ宮です。ただお連れするだけになってしまって申し訳ありません。こんな時でなければ喜んで案内をしたのですが。こればかりは仕方ないさ。ラザハン観光はいつかの楽しみにとっておくとしよう。ありがとうございます。ではこのまま館の中へ。大使様、九段の方々をお連れしました。おお、よく来てくださった。私はアヒワーン、ラザハンの大使を務める者です。イレス教の錬金術師たちから五根の霊輪を作るにあたって、あなた方の多大なる協力を受けたと聞いています。それについて直接お礼をと思い、ご足労いただいた次第です。本当に大変お世話になりました。ニッダーナのことですね。それについても今しがた報告を受けています。錬金術師たちからは、彼女の意志に報いるため、何より彼女と同胞たちを救い出すために霊輪を役立ててほしいと頼まれています。そのことであなた方にもご意見を伺いたい。立ち話では何なので、どうぞこちらへお座りください。待て、そいつはおとりだろう。
そろそろ姿を現したらどうだ。何をおっしゃいますやら。あいにくその帳をあげるような催しは用意しておりません。ご希望とあらばまたの機会にでも。いや構わない。試すような真似をしてすまなかった。帳をあげてくれ。承知いたしました。バルデシオン委員会の協力者を名乗ったようだが、君たちが暁の決命だろう。その噂は私の国にも届いているぞ。私はブリトラ。イニシエよりこの島に住む者だ。ブリトラ。フレースベルグやニーズヘッグと同じ七大天竜の。ああ、ミドガルズオルムの子が一翼だ。帰るのが最も遅かった私にとって彼らは兄にあたる。こいつは驚きだ。ラザハン大使は竜を味方につけているという話だったが、まさかこんな大物だったとはな。それはあくまで市井の噂。よければ私からこの国の真の歴史をお話しさせてください。遠い昔、ラザハンが立つこの大岩にはブリトラ様が一人でお住まいでした。島にマタンガ族の祖先がやってきて住み着きましたが、彼らは偉大なる竜のねぐらを決して犯さなかった。次にやってきたアウラ族も盟友であるアルカ・ソーダラ派のマタンガ族に倣い竜を敬いました。私たちの先祖はそうしてブリトラ様との緩やかな関係を築いていったのです。変化が訪れたのは大陸からヒューラン族が攻め入ってきた時のこと。多くの血が流れんとした時、ブリトラ様が自ら進み出て戦いを平定なさったのです。和平のための取り決めがなされ、ブリトラ様のもとに誓われた。それが竜の滑る国ラザハンの原型です。じゃあなんだ、今でもこの国の本当の大使はブリトラだっていうのか。しかり私の一族は代々ブリトラ様に仕え、表向きの大使を務めてまいりました。竜の力は大きい。そして強大な力のあるところには争いが絶えないものだ。私は皆を焼く炎になりたくなかった。だから国の礎を築いた者たちに真実を覆い隠すよう頼んだのだ。お前、片目はどうした？ここだ。今はこちらの身に埋め込んでいる。このシンクはラザハン工芸の粋を集めた人形なのだ。そこに目をはめることで私の分身として使っている。なるほどな。道理で最初に会った時から竜の気配がしたわけだ。それをごまかす術式が組み込まれているから普通は気づくものじゃない。やはり一時とはいえ、兄さんと身を共にしていたからかな。トリューのエスティニアン。私たちはどちらも最初から真実に気づいていた。けれど互いに牙を向かなかった。
今はそれが全てだ。さて、こちらの事情を明かしたところで、君たちに取引を提案したい。竜としてではなく、ラザハン大使としてだ。私たちは完成した霊鈴を用いて早急にゾットの塔を調査、可能ならば制圧したい。だが霊鈴の効果が万全だとしても、戦闘である以上は突入できる兵の数に限りがある。数を絞る分、手だれを送り込みたいということでしょうか。ああ、まさにその通りだ。我が国の誇る聖戦士団も強者揃いだが、今は少しでも可能性が高い道を選びたい。君たちが数々の蛮神と渡り合ってきたことは知っている。先日もハガルザンやカルテノー平原で偽りの神を退けたそうだな。その力を、そしてバルシャンとして見た君たちを信じ、ゾットの塔調査の先陣を切ってもらいたいのだ。無論君の仲間たちの分の霊鈴は用意し、加えてもしも引き受けてくれるのであれば、より多くの霊鈴を提供するつもりだ。使い方も君たちに任せよう。危険はあるが、悪い話じゃないな。各国に霊鈴を渡すことができれば、ラザハンだけじゃなく世界中の脅威を払うための足がかりになるだろう。だが、さすがに俺たち4人だけじゃ厳しいものがある。一旦戻って他の仲間と相談してきてもいいか。もちろん構わない。安い依頼ではないのだ。こちらも待てるだけ待とう。霊鈴を量産する時間も必要だからな。そういうことなら、一旦オールドシャーレアンに戻って。協力は頼めないか。お前は竜の言葉じゃなく人の言葉で語っただろ。ラザハン大使からのうまい依頼を俺が拒む理由はない。恩に切る。